次はあたいの出番だよ。第2種目は半蔵学院 VS 蛇女子運動会などくだらないとは思うが、だが勝負の内容は何だい。あたいはパンツでも何でも加えるぜ。おい、ちょっとカツネ、さっきから興奮しすぎだよ。仕方ないじゃないか。夏のビーチがあたいを狂わせるんだ。わかります、わかりますよ、葛城さん。夏のビーチは最後に。桜ちゃんも少し落ち着こうね。盛り上がってるわね。それじゃ次の内容を発表しちゃうわよ。第2種目の内容はお乳転がしよ。はあ、なんなのよそのふざけた競技内容は。相手チームのおっぱいを多くタッチした方が勝ち。簡単なルールでしょ。そんなふざけた競技参加できるか。はるか、真剣な質問だ。自分のチームのメンバーのおっぱい、それが OK なら僕はみやびのおっぱいを。ニム、その辺でやめとかないと力ずくで黙らん。やったね、リョウビちゃん。この種目ならリョウビちゃんが絶対に圧倒的有利だね。そうね、リョウナ。なんせリョウビのおっぱいは小さいから。って何を言わせるのよ、このメス豚。この種目あたい一人で十分だよ。確かに葛城さんの得意分野ですけれど、本当にお一人で大丈夫なのですか。獲物は全てあたいが狩る。あたい以外の誰にも触らせないよ。カツネ、目がいっちゃってる。だが今回に限っては心強く感じるぞ。さあ、おっぱい狩りの始まりだ。カモン。カツラギ、舞い死ぬぜ。聞いたぜ。いただき、こいつは効くぜ。ぶっ飛べ。誇りを舞い掲げるわ。リョウナ、悪の誇りを舞い掲げちゃう。いざ尋常に舞い散れ。チェンソー、ドッキリ、絶叫系にぞやれ。とんでもない進んだ。帰らせてください。ヒラヒラバッグマン、チェンソー、チェンソー、じゃあ、緊張してください。はっ、蹴り飛ばす。はっ、チェンソー、ぶっ飛べ。
体にかかればこんなもんっしょ。シュッシュッシュ、大量大量、ごちそうさまでした。バカな、この私がこんなに続けて負けるなんて、小学校の時にやった席替えのじゃんけん以来だ。あの時は仲良しのさくらちゃんと隣の席になりたかったのに、じゃんけんに負け続けたせいで。ああ、懐かしいな。みんな元気にしてるかな。みやび、しっかりして、現実に帰ってきて。負けたのはみやびのせいじゃない、ふざけた競技内容のせいだよ。残念だったわね、蛇女のみんな。カツネ、ナイスファイトだったよ。足りない。あ、ん？これっぽっちのおっぱいじゃ、あたいの魂を沈めることなんてできないんだ。カツネ、なんで私たちに向かってくるのよ。止まらない、やめられないんだ。